いごえー、っとですね、えー、今日ねあのー、G7 でね、えー、今ねちょっといろんな人が来ていらっしゃいますけれどもとあ A 氏のインスタにもやっぱり今日重要なターニングポイントがあるという風なメッセージがあったと思うんですね。でなんかね噂ではなんかあのー 志村けんさんとかあと「あの見た」とか「言う」とかあのうんイカリア長介さんがいたとかいう風な噂で流れたんですけどはいでえっ、ー、となんか明日ですねゴム・クルーズさんがねあの来日されるっていう風な話がされてますねはいすごいねあの私もちっちゃい時からねあの まああのトップガンとかね、あの見させてもらっている世代なんですけど、<laughs> はい、もうね、えー、すごいあの大好きです、ゴム・クルーズさん。はい。えー、そうですね。でですね、まあ今回ね、あの、えっと、エンちゃんのね、ことがね、あって、なんかちょっとね、不可解な点がただ多いんですよ。で、 玄関が開いていてでお母様はもううんなんとかこうこうこう,こうしてるわけ顎がねもうねっていう感じだったみたいなんです。ってことは発見された時間帯10時ぐらいだと10時半とかだとしたら2時間ぐらい前にはもううーん そういうい状況にななってたんではないかと見られるんですねで、えっと、そ,のそれでお父様が実際はもうお家に来た時にはまだねっていう形だったんで例えば体力差があれば時間差は出るのかなって例えば小柄なお女の人だと薬がよく効くとかねいう風な形があるのかなと。 も思うんですけども、ちょっと時間差があるなっていうのを感じます。一緒になのかどうなのか？かで、玄関が開いていたっていうこともあるのでで、自分で自らだと。まあ3分が限度かなと思うのとうーんと。ねえー、その。 も玄関が開いてたとしてもマネージャーといえども玄関を開けて入っていくことはなかなかできないと思うんですよ。でピンポンってもちろん鳴らすだろうし応答,応答があるまでしばらく待ってもう一回ピンポンって押してであ,あまりにもあれ連絡それからちょっとしばらく待つと思うんですよね。それでも応答なかったら ななんか変だなと思って例えば玄関のところ開けてみてドアノブあれ開いてるみたいなでそ,その時点で「うん、とすいません」とか「誰かいますか?」とかね声かけると思うんですよ。それでも変変「入りますよ」までには結構時間がかかると思うんですよね。で10分だとともうう間に合わなないかなと思うんですけど いやちょっと不可解な点が多いですよね。まあ、第三者にこう、偽装とかね、うん。ちょっと不可解な点が多く見られます。で、まあ今後ね、えっ、ー、と、まあ、えーえ、えんちゃんがですね、もう、あのー、意識も取り戻してるみたいなので、 そしたら少し、えー、と状況を聞くことができるかなと思います。で一つね気になったのがですねうん A さんのインスタでねこう前もって、えー、ともう今月の初めぐらいにそういう、えー、と流れ予告みたいなのがあったんですよ。 ってことでそしてブルーのシャツということでブルーのシャツを着て予告く,くぐもる猿、うん、歌舞伎、うん、すごいこうつながってくるんですね。で実はあの MH さんの「いちごの歌つなぎ」っていうのがあってそれがうん。 まず、うーと、木梨さんから、あまおう、ね、こう、パクって食べるんですよ。飛ばして。で、藤井さんに行ってあまおう。柔さんに行ってあまおう。あまおうの写真か。で、で、MH さんに行って、とちおとめ。で、あまおうをとちおとめと言い切ることは、言い張ることはできませんと強く言ってますね。で、 次あの北川さんですね天でその次に猿之助さんの土地おとめその次にゆきさんのあまその次さださんのいちごその次平原さんのいちごアイスその次に神山さんのいちごジュースとつ,つないでいくわけなんですけどこの歌つなぎがでえっとあまおで なかった人まあいちごジュースとかもあるんですけど雨桜でなかった土地乙女めなのが2人だけなんですよそしてその時のえっとえんちゃんのえー、ツイートの写真がクローゼットみたいにこう、えー、上着がかかってるんですね黒の革ジャンが 4, 4つと白の えっと、白の、えー、スポーツキャップ、ホワイトキャップですね。が一つなんですよ。ってことは4人、4人と白キャップ1人ってことですかね。ってことになりますかね。まあ、猿つながりっていうことでね。それでその時のコメントが、北川さんからつないでいただきましたってフランス国歌を歌われたんですよね。で、ハッシュタグ、あまなくて、 土地おとめ、して、ってなってるんですよ。うん。あまおなくて、土地おとめ、ゆして、あまおなかったということですよね。なんか、ここのところがね、えっ、ー、と、すごくね、気になっています。えー、2人が、土地おとめ、あまおうではなくて、土地おとめだったと。で、彼自身も、えー、もう、この、歌舞伎っていう世界は、あのー、続かない。 100年後続かないっていうのを断言してたんですよ。うん。ね今回のことで、ブルーの上着を着てて、ホワイトキャップ、うーん、とちおとめのつながり、あ、ずいぶんつながってきたなっていうところがあります。で、えー、まあ、わかる人にはわかるんだけどね。<laughs> ホワイトキャップとかね。で、えっ、ー、と、 そうで「すねで猿」といえばえっと最後の MH さんがで出てたねあのドラマなんですけどまあラストの和歌がうんと猿にするためのどうしてもそれを伝えたかったっていうふうなことがあるんですね。うん 最初あの1話2話3話4話で、えー、と終了になってるんですよ本当はもっと8話ぐらい続いてたと思うんですけど残念なことにいろいろねあの流行りのなんちゃらがあったりとか、まあ、MH さんがいなくなってしまったのでそれであの縮小になってしまったんですけれども4話目の歌がですね、えー、とまず最初に、 ドラマが始まって、静かなる暁、この断りを思い続けて、自ら心に説いて曰く、世を逃れて山林に交わるは、心を治めて道を行わんとなり、 ジカルを汝姿は商人にて心は濁りに染めりっていうことです。ね。うん、いろいろねこ,うこ,れをあのこの和歌についてあの詳しい方いらっしゃいましたらあのもう一回私の解釈が。 ちょっっと合ってるかかかどうわかからないので私自らの解釈を、えー、と考えているんですけれどもそして、うん、と最後4話の終了にも和歌があってうんねあのまあ猿渡啓太さんはちょっと出かけてくるって言って、まあ、4話ね出ないんですけどね。うん、で えっと、その和歌が「静かなる夜,夜は月を見る」「猿の声を聞いて涙をほぼす」「まるでかがり火みたいに」「草むらには蛍が飛び交い」「夜明けの前の雨は風に舞う木の葉に似ている」 っていうんですねはいこれでえー、とホタルがふーっとねあの猿のちっちゃな小皿のところからホタルがふーっと飛んで主人公のレイコさんのところの腕にひゅっと止まるんです戻ってくるんですそして朝になり誰かが入ってくるそしてレイコさんが笑うという で誰が帰ってきたかっていうところがわからないまま終わるという形になっています。でこの「蛍火みたいにっいンン、ね」ンンねンンてえー、っていうのが「えーまあんですね」「あんね。天柄門のあんどん。そしてこの「蛍火っていうのがまあ「戦火の光」ですね。あの,ホタルの墓っていう あと映画があるんですけどもであのその映画のホタルと宮み当てるのはその落下していくものなんですよねキラ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 って光るそれがあのホタル夜に夜の空に舞うホタルをあの二人はね ホタルとして見るんですよあれはあの本当の蛍じゃないんですね。でねこう思うとねなんかいろんなこのこの解釈もいろいろできると思うんですけれども私の中ではあこうなんじゃないかなっていうものがありますね。うん 泣いてばかりじゃいけないんですよね。っていうとこもありますよね。うん。ね。泣いてばかりじゃなくて、前に進まなきゃいけない。そして、この時に流れるのが、えっと、ベッチルさんのターンオーバー、はてな、なんですよ。ひっくり返す。これはひっくり返す。です。ひっくり返っちゃうのみたいな感じですかね。で、で、これの歌が、うん。栄光と、 美談の裏で誰かが泣いてるんだよ。さあよく考えてみて機嫌直してよ。いろんな形の愛生まれては消えていく。人生で最愛な人はそう君一人ただ一人。君は君です。はい、で大好きだよ春馬くんと最後ね。 流れれますけれどもこのね「ね大好きだよは馬くん」っていうのが軽すぎるっていう風なコメントもあったんですけどもまあいろんな風な見方をするとそのこの歌からターンオーバーから来て、うん、るんではないかと思われますね。そう人生で最愛な人はそう君一人ただ一人っていうことです。 一人なんですよ。あの、ぶれちゃいけないってことなんですよね。いや、僕も本当に今回のことで、えっ、ー、と、まあ、猿つながりっていうことでいや、いろいろ考えさせられるものがありました。で、あのー、私もね、ちょっと、えー、いろいろね、 えー、考えていきたいと思ってるんですけどやっぱりこうねあのー、今日今ちょっとちょろっと最初と最後だけあのー、最後のドラマの4話のところどこのあたりを見たんですけどうん、あまたこのミスチルさんの歌をぜひ聴いてみていただきたいなと私も思ったんですドラマはね見たくないっていう人もいるかもしれないんだけどあのー ぜひね、ミスチーさんのこの歌見ていただいたら、あなんかこう、心にジーンとくるものがあるなと思います。で、あの彼自身は、私は絶対にこう、あの、うん、えー、こう、日本、日本ならではのいいものってあると思うんですよ。代々受け継がれてきたものとか、こう、本当にいいもの。 を、あの、このドラマ、経年美化っていう風うなことを言ってるドラマなんですよ。使い捨てではないんだよって、本当にいいものを本当に、あの、ね、大切に使っていくんだよって、語り継いでいくんだよっていうことを言ってるんですね。で、それは日本製にも現れていて、あ、中には日本製とかを、あの。 商売として使っているとかいう風な方もいるかもしれないけれども私はあのその日本の良いものを彼は残したかったと思うし志は本当にまっすぐだと思ってるんですね皆さんと私の意見は違うかもしれないけれどもあの本当にこの真に今この流れていく時代の中でえ本当にねこの 何が、えー、表で、白もあれば黒もある。えっ、ー、と、まっすぐな江戸切子の水の中に黒い墨汁がポトンと落ちるんですよ。それは黒でもあり白でもありグレーでもある。なんかあの物事は表面上のことではなくてもっと奥深いところにあるんですね。私の中では、えー、ん、えっ、ー、と、 あ、こんなに辛い顔をしていたっていうところだけを見ると、あ、かわいそう。例えば何かを投げられて、こんなに顔、あた、顔に当たって、かわいそうなんと思うと、辛い思いになるんですけれども、あの、まあ、えっ、ー、と、よ義,義経と弁慶が、ね、あの、本当にこう、敵に追われて、えー 本当に積所、積所、厳しい関所、関所、関所、本当にね、こう、命からがら逃れようとしたときにですね、あの、義経、弁慶はね、義経をね、殴るんですよ。お前が、お前が、って、貴様のせいでって、ね、どんなにつらいかってことですよね。あの、自分の君主をですよ。 君主を殴るんですよ。あり得ないことですよ。その時代において。ね。本当に生きるがゆえに何を手放しますかね。本当に何を手放しますか本当にその表に見えてるものだけが全てではな,全てではないんですね。うん。あ、あたおか、あたおかで、まあ、<laughs> ですよ。あたおかで十分です。本当に。でも、やっぱり自分たちがこうね、やっぱり100年後の子供たちっていう言葉を彼は言っていました。で、100年後の子供たちっていうのはどうなのか。本当に私は100年後生きていません。もう絶対に生きていません。もう、確信して言えます。それは。でも、やっぱり、その子供たちが、 生きやすい世の中にするために、今何ができるのかっていうのは、常日頃、まあ彼は考えていたと思いますし、やっぱりこのな、なんかのメッセージ、いろんなメッセージの中に、いろんな、あの、本当にその、今すべきことっていうのが、えー、本当に秘められているなっていうのを感じています。まあね。 あのお前みたいなねというのもあるかもしれないうんイチゴウサギはね昔からではないからね,、うん、ねあでもなんかねこれこれはねあのなんか動いてるな 4, 4つの黒,黒い革ジャンがこう,こういうふうに後ろ彼女えっ、ー、と え,えんちゃんが座ってていちごあまをなくてとちおとめでとちおとめでとちおとめ許してって言って椅子に座ってあの彼がやってるんですけどそのバッグにねこう上のレールのところに黒い革ジャンが4つ並んで最後白いキャップがな なるんですよこの四人なのかなってメンバーの中に四人すごく興味がありますはい猿ね。本当にこのターンオーバーもターンオーバーはてなですよはてなつけなくたっていいわけなんですよ テナつけるところに意味があるんですよ。考えてみてって。考えてみてっていうことですよ。ね。はい。ねまた、えっ、ー、と、今日午後か、なんか、また近いうちにライブもやります。でもさほら ライブはさ楽しくやった方がいいじゃないアハハハハって言った方がいいと思うんだよね。でねすごいみんなの気持ちもねつ,つながるしねファン同士もね交流できるしねうんいいかなと思います。はいご視聴いただきましてありがとうございます。えー、なんかねあのまとまんない話で申し訳ない。<laughs> 申し訳ないうん でねみんなでね、こう、ちょっとね、うん、見守っていきましょうよ。今日、今日あ、今日ですよ。ポイント今日みたいですよ。A さんが言うには。今日なんだって。まあ、それであれですかね。ゴム・クルーズさん来るかなってとこ。<laughs> はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン。 ウェ、えー、ルマーク通知もお願いします。あの、不意に今からライブやりますとかやるかもしれないのでよろしくお願いします。